ネットマーチネット夢のマチネットマチコ。こんにちは、マチネットマチコの時間です。今回紹介する商品はこちら。一見普通だけど実はからくりだらけの車です。こちらはどんな商品なんでしょうか。ちょっと見てみましょう。どういうのなんですかね。こちらはマーチーゲーミングサイコサンズへともいえるサンズさんが作った車。一見普通の車に見えますが、様々なからくりがあります。車は小さいですが6人乗ることができ、シートの乗り心地も抜群です。一番に目を引くのはこのキャンディーのようなものがついた後ろの車両ですが、走り出す際に簡単に取り外しされてしまったので一体何だったのかは今もよくわかりません。この車は不思議なからくりの力で壁を登ることができます。見てください、このまるで重力も何も関係ないかのような走り。タイヤが壁にピタリとくっつき抜群の安定感です。壁を伝って登ればもちろん頂上へ行くことができますが、いかんせん後ろでバラン博士が街を出していたのでそちらが気になってそこそこ感動が薄れました。というわけでこちらの車はどんな走りを見せてくれるのでしょうか。早速浸水してみましょう。実食。後ろに放置されたキャンディーのついた車がちょっと気になりますが、このまま浸水していきます。この車の動力は主に風船で、先ほどの壁を走れる能力は特に使わないようです。プカプカと浮かびながらほぼチートのような能力でスムーズに進んでいきます。本当にスムーズ、誰もかけません。本当にスムーズ、誰も落ちません。このままでは動画が盛り上がらないと思ったその瞬間、なんとバリアを出してくれました。心の底から感謝です。というわけでこのからくり号は果たしてゴールできるのでしょうか。と盛り上げたものの、おそらくこのままスムーズにゴールまではいけると思いますので、そのままもう少しだけ見守りましょう。ケチャップかけるのやめてもらっていいすか。普段は通るのに苦労する大きな岩場も難なくクリア。なんならもう向こうに浅瀬が見えて、そろそろもうゴールができそうだと誰もが思った瞬間、なんとこのからくり号は制御を失い暴走し始めてしまったのです。スムーズに進んでいたはずのからくり号ですが、4つついていたはずの風船がいつの間にか1つに。コースからはだんだん離れていき、サンズさんが必死に舵を取ります。コース上にある程度戻ってきたところで急落下。ここで飛び降りていればゴールに到達できたのですが、マーチーは完全に飛び降りるタイミングを逃し呆然としたと言います。しかしサンズさんは諦めませんでした。なんとそのままコース上に戻ってきたのです。そしてマーチーたちは着地できました。一見安全な航海に見えても何が起こるかわからない、そんな時サンズさんの諦めない心がマーチーたちをゴールへ導いてくれました。マーチーはもちろんお宝をゲット。というわけで今回の結果はここまで。気になるこちらのお値段は1000円です。分割金利手数料はマチネットマチコが負担いたします。